皆さんこんばんは。今日は野間市妻のレジオさんの動画についてお集まりいただきました。本当にありがとうございます。これから始まるわけですけども、まず私がなぜここにいて司会しているかと言いますと、実は津村玲次郎さんと私は利尻島町の筆頭育ちなんですけども、現在も利尻といいます。はい、津村さんとは7年の付き合いがありまして、はい、毎年利尻に来ていただいて、その中から今年5月にですね、札幌で麒麟獅子を舞った時に、その縁でこの宮宿神社でも麒麟獅子を舞わせていただくことになりました。その時に利尻に来ていただいている津村さんもぜひここで待っていただくことができればということを私たちも話ししたいんですね。それで中村宮司さんたちが、皆さんに快く引き受けてくださいまして、今日がありました。そういうことで、縁がありますので、今日は私の方で司会を進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず本当に、中村宮司さんの方から伺いさせていただきます。はい、よろしくお願いします。肝心元として一言お伺いいたしておきます。大変に急なご案内で申し訳なかったんでありますけれども、こういったことで、皆さん方、急遽このようにたくさんお集まりをいただきます。まずもってお礼を申し上げたいと存じます。昨日は即位の礼正殿辞儀が行われました。大変におめでたいことでありまして、我々国民一同お皇室の八坂をご記念申し上げているところであります。そういった本当にグッドタイミングで今日津村先生の脳をご奉納いただくことになりました。しかも演目が追いますということでありまして、当社のご祭神でもあります津村水谷公に関わる、伝説に基づく脳であるということであります。このチラシにも書いてますように、京の都から伏見寺の太宰府に移られた津村水谷公を追って、一夜のうちに京都から太宰府に飛んでいったと伝えられております。飛び梅、またその追松の姓が、神家の道をたたえ長寿と御用の安寧を祝福するというものでありまして、まさに新しい御用の安寧を祝福していただけるわけであります。ここに書いてある通りでありますので、言葉は語れませんけれども、令和元年の新しい御用にかけて、本当に、この御用令和という言語も太宰府に大変にゆかりのある言語でありまして、万葉集に歌われております、初春の霊月にして記憶風やわらぐという万葉集の歌から、この和が命名されたわけであります。皆様どうぞ短い時間でありますけども、もうお楽しみいただければと思います。今日はありがとうございました。それから向こうから昨日お祝いについて完成しました。はい、完成日の津村でございます。こんにちは、中村宮司様、皆様のお力の上にお招きいただき、お祝い、短い能の一部でございますが奉納させていただきます。よろしくお願いいたします。今宮司様からお話がありましたように、お祝いは、九州筑紫のその太宰府にまつわる菅原道真の物語を元にして作られたものです。飛び梅は皆さんご承知ですが、松も追ってきた、そしてそれを追い松を、年下た追い松という最も、めでたい松、門松、あるいは鏡田の松ということでございます。そして何よりこの追い松の終局部分にですね、皆様はすでに国民の皆様がすべて、ご承知の文言が織り込まれております。現在は君が代はということになりますが、古今和歌集の雅の歌、平安時代の古今和歌集のお祝いの歌の筆頭に挙げられている和歌で、我が君は千代に八千代に育てるし、岩尾となりて苔の娘まで、自分たちの主を祝福し長寿を祈り、そしてまたその特徴によって私たちも幸せに末永く生きたいなという、そういう和歌でございます。平安時代の和歌なんですね。それを終局部ということで、名太局の筆頭に、もちろん高砂なども、結婚式などで、こちらでも式が挙げられるかと思いますが、高砂はまた、老人夫婦不老長寿ということで頂いていきます。能で参ります。お祝い、地味なそんなに激しく動きはありませんが、能というものは
仮面を用いて変身していくんですけれども、まあこれはあの若い男の仮面で今若という平家の金立ちたちですね、少し悩みを持った若い男の仮面です。それからまた皆様方最もよくご知るのお面が、こちらの、はい、若女という、まあ、大変あでやかな、まあ、ここにいるご婦人方はみんな大体この仮面の素顔でございますけれども、若女というお面でつけていきますけど、今回はそのお松ということで、まあ、どんなあの表になりますか、登場した時にまた比べていただければと思います。私たちの変身の道具はこの一番大事なの能面、私たちが道具で使います時には表という図面と書いて表という、これは道具として、ね、まあ、美術品でもありますけれども私たちはもう道具として使います。これによって、まあ、この木彫りのお面に、まあ、命を吹き込んでいくように守るということになります。老人の表、まあ、私自身老人でございますから表お前いらないよというふうにかもしれませんけれども、まあ、松の精という少し神々しいお面を使わせていただきたいと思います。ちょっと 4,5 分、この後表を制させていただきますので、その間またお話をお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。大鼓、小鼓、笛、太鼓、まあ、お稲様の五人囃子ですね、それに、まあ、歌が入るとこれで五人囃子ということになるわけです。はい、で今日はご奉納でございます臨時の場でございますので、録音でもって音楽の部分は録音で、歌いのところは私に伝えながら皆さんにご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。利尻島は、まあ、明治の早くから江戸時代の末からですね、本州各地から人が入ってきているところなんですけども、明治の20年代になって鳥取県から百貨の人たちが入ってきています。でその中で、明治41年、明治20年代に渡ってきた人たちが明治41年に切り寿司を持ってきているということが話があります。でそれは明治20年代に渡ってきてもこの頃をずっと利尻島で生きていくために自分たちを支えるふるさととして金持ってきたのではないかということを言われています。でそれが大正7年に途絶えまして、それから利尻島千宝志村という記録に金持がずっと入ってですね、ずっと長い時に入ったんですけども、それからほぼ100年ぶりに、それが発見されて確認されて、そして、鳥取どこから来たかということも全て分かりまして、で鳥取の方から利尻にそういう金持があるんだったらぜひ復活してほしいという依頼がありまして、残っていた集落の人たちの若い人たちですね、そして100年ぶりに復活したというのがあります。そうした中で2012年に上川神社で依頼があってですね、能舞台のある西に麒麟師がそこで参りました。でそこ行った時に津丸さんたちも能の舞をしていたということで親しくなりまして、それで翌年に西に遊びに行くよということと、私たちもぜひ遊びに来てほしいということをお願いした時に、私たちをもてなしできるのは海だけですって話をしたんですね。そしたら、いや、それ海は冷たいから出に行きますって話して海で繋がってる利尻の麒麟師と津丸さんということです。で、2012年にそうお会いして、2013年から、毎年のように来ていただきまして、で今年毎年6月20日に長浜神社で、小さい集落の神社で毎年待っています。で、その間1年だけですね、実は鳥取の伝統芸能祭りに招待されまして、キリン氏も、キリン氏が行くことになったんですけども、その時に私たちの案で、ぜひ津村さんも一緒に、鳥取の山の上に行ってですね、その伝統芸能の舞台で待ってほしいということをお願いしましたら、鳥取県の方で、よろしいですよという了解いただきまして、そこで一緒に鳥取に行くという、そういう中であります。で、今年でですね、津村さんが来て6年になりますけれども、来年ですね、利尻キリン氏と能のコラボレーションをやってみようではないかということに今話を進めています。約30分ぐらいの時間ですけれども、そこで、仙台からなんか和太鼓をやる人たちも来てくれそうな、あとはあの忍びを吹く人たちも来る、そして津丸さんも入れて、そしてそこに麒麟獅子も入って、来年6月20日ですね、約30分ほどの時間で麒麟と能のコラボレーションをやってみようかということで今話を進めているところでございます。ぜひ皆さんもですね、
時間がありましたら来年の2月かキリンビールを持ってぜひ見に来てください。キリンでしたらちょっとキリンビールって持ってもらってますね。まあ、そういうことの中で、今年の先ほど話しましたように5月19日に、札幌戦法司会っていう、会がありまして、そこで、久しぶりに記念誌を回った時にその縁の中で実はここのつながりある方が、うちの美式記念誌回会の会長と非常に個人的に親しい方がいましたので、その方の、話からこの屋敷神社に 回せていただきました。全く社はちょうど皆さんが座ってた場所ですね。その時にぜひ角野さんという方も年に3回ほど小樽の方で農をやっているということですので、ぜひその時に時間が余裕が出てきたらぜひここで待ってみようということになりまして、この話をずっと吉久神社さんと私たちも進みまして、で今日になったわけです。で角野さんは昨日ですね小樽に来て、で夜にと今日の午前中も農の練習をやって、それで今日は吉久神社さんと明日東京に帰られる。で角野さんと事前の連絡を取ろうと思って何度電話してもですね通じなかったんですけど、実はオランダに行ってたということなんです。でオランダで、バレエやる女性の人たちのコラボレーションでずっとやってるわけですね。でそれがイギリスのロンドンでも同じようにずっと長い間続けてますということで、今年はオランダに行ってやってきた。まあそういうことで、角野さんの方は、世界各地をこういろいろと動いてるからですね。その方と自身、キリン氏が本当に長浜神社の本当に6年間に自信になってもらうということの中で、私ども非常に驚いているところでもありますし、その環境をですね、ぜひ絶やさないでこれからも続いていきたいなと思っております。まあ、そういったことで、キリン氏もですね、はい、じゃあそういうことで、もう準備が整いましたので、これからじゃあ角野さんを見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
Yeah.
Thank you.
衣装で、こう言いますよね。